できた、こんにちは。テロップが戸惑ってしまって、ちょっとすいません。じゃあ早速やっていこうと思います。こんにちは。なんかメッセージ書いたんですよ昨日。でも誰かわかんなくて、なんかいろいろ考えて書いたんですけど、どのメッセージが来るかはお楽しみで。では早速やっていきたいと思います。そう、今日頑張って書いた。だぞ。本名らしき人がさ、なんかみんな本名じゃない、なんかみんな名字なんですが、まあいいや。じゃあやっていきます。じゃあまず1人目、鍵開けショーアットマーク香港さんです。ニーハオ。じゃあこれ、リンコは神様よでいきたいと思います。ショマーク香港さん、先生ほら好きって書いたよ、ありがとうございます。じゃあ次、国吉さん。じゃあ国吉、なんかね、そう今ねここにねサイン書いたやつをね、なんかマジックみたいにバーって並べて、あ、これ早くした方がいいですよね。なんかバーって並べてランダムに引いてます。じゃあこれでいきます。国吉さんはこれ、お来た、リンコ神推し。クニュースさんは今日からリンコ神推しです。クニュースさんは今日からリンコ神推しらしいです。ありがとうございます、ありがとう。じゃあ次、ツヨッシーさん。あ、これはそう、七並べのいつも1位の方。あ、つよしさんは匂い付きかっこ嘘です。はい、はい、おう。つよしさんは七並べのカードを書きました。これは匂いはついてません。ありがとう、つよしさん、また話そう。あ、また公園来てちょ。はい、では次は西谷さんいるかな。じゃあ西谷さん、はい、西谷さんですね。西谷さんはじゃあこれ、おお、愛のメッセージ。20歳まであと1年半待ってて、ハートです。はい、西谷さん、西谷さん、西谷さんは20歳まで待っててくれるらしいです。ありがとう、西谷さん。ありがとう、また話しましょう。では次はマサオです。じゃあマサオはじゃあこれで、おお、マサオは付き合ってくださいかっこ嘘です。マサオは成田さんかな。じゃあマサオは呼び捨て、マサオ待っててね。ありがとう、マサオ。じゃあね、あ、でもマサオって書いたらやり直しって言われるけど、やっぱ3、あ、カッコ3って書いておこう。マサオありがとう、いつもお話し会でさ、そう、今日エプリルフールだっけ。あれ、じゃあ次はセイくん。セイくん初めてかな、サインな気がする、気のせいだったらごめん。セイくんはじゃあこれ、
これはドルフィネリンコ。もっと一緒にいよ、セイ君。セイ君は絵が上手かった気がするのでハートに絵を描きました。もっと一緒によ、セイ君。ありがとう。初めてかな、サイン。ありがとう。おお、やお、初めてだ、サイン、ありがとう。じゃあ次は、ソーマカツミさん。おお、また来てくれた。じゃあソーマカツミさんは、あ、セイ君こちらこそありがとう。お、ソーマカツミさん、リンコ、あなたに負けません。何を負けないのかちょっとわからないんですけど、負けません。ソーマ、え、これ何分までだっけ、何分までだっけ、これ6時、うん ?6 時、な、うん、何分まででしたっけ、あれ、わかんねえ、あれまあいいや、な、15分まで、あ、あ、1時間ですか、ありがとうございます。さあ、かつみさん、はい、負けません、相馬かずみさん。ありがとう、また来てくれて。じゃあまた、じゃあまた。じゃあ次は、お、なんか絵文字のこうさん。じゃあこうさんは、おー、愛が止まらんです。なんだこの絵文字は。こうさん、なんかこの絵文字のなんだ、こうさん。ありがとう、愛がこうさんに止まらないです。はい、ありがとうございます。じゃあ次は高一、おお、高一さんですね。ちょっと、高一さん、あ、カムカバーさんなのね。なるほど、なるほど、ありがとう。なるほど、そうは勝井さん。あ、目の本名。なるほど、え、この前も本名、なんかこの前もさ、なんか来てくれた気がする、そうは勝井さんって。じゃあ次、あ、そうそう、高一さん、高一さん、高一さん。おお、高一さんは。ミディアムリンコです、です。ありがとうございます。高一さん、なんかなんとなく振り宛名をつけてみました。ありがとう、ミディアムリンコの名前写真でした。大切にしてください。ありがとうございます。あ、ミディアム、え、わからん、よくわからん。次は、伊藤さんです。伊藤さん、伊藤さんは多分これなんか本名の人、本名の人がさ多すぎて誰がわからんのですよね。伊藤さんは、おお、もっとずっとラブです。伊藤さん、伊藤、伊藤さん、じゃあ伊藤さんはピンク。伊藤さん、ありがとう。ちょっとハート、これなんかさ、本名、なんかニックネーム、ニックネームの人さ少なすぎてわからんんだけど。ありがとう、伊藤さん、もっとずっとラブ、ありがとうございます。じゃあ次はトミーさん。おお、あのお話し会ですごいテンションが高い人です。トミーさんは、じゃあこれ、お、ずっと大好きだよね、です。はい、じゃあトミーさんは流れ、はい、ありがとう。また、お、沼の、お、またお話し会で喋りましょう。ありがとう、まあもっとずっと大好きで言ってくださいね。ありがとうございます、トミーさん、振る舞う、さすが。では次、片岡さん。私のね、中学校のね、3年1組だったんですけど、3年1組の、あのね、3年1組にね、おったよ。どうでもいい、あの、はい。で、片岡さんは、あ、そう、これね、ごじったんですよ。あの、他の子に目移りしちゃ、いやーです。でも、他っていう字が、なんか、池っていう字になったんですけど、まあ、ごめんなさい。はい、片岡さん。ありがとう、ちょっとごじってるけど、これはある意味レアだよ、ありがとう。はい、そう、ごじった。次は大久保さん。
違う違う、ダメダメ、イケイケゴーゴーダメです。はい、大久保さん、おお、大久保さんは私たち仲良しだよねです。仲良しです。大久保さん、大久保さんとね、リリコは仲良し、ありがとうございます。うん、なんか全然誰も来てないけど、ありがとうございます。そう、なんか本名でわかんない。ありがとうございます。あ、昨日の話し会楽しかった。おー、よかったよかった。じゃあ次は、これは、これは正岡さん、佐田岡さん、なんか正しいっていう字に岡って書くんですけど、誰 いませんかね。正岡さん、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 ま、多分正岡さん。じゃあ正岡さんはこれ、リンコの目。佐田岡さん、リンコの目です。佐田岡さん、あ、そう、なんかこれ、なんかリンコの体シリーズっていうのを作ったんですよ。これはある意味レア。ありがとうございます。リンコのから体パーツシリーズ、ありがとうございます。正岡さん、レア。肘、え、なんかね、鼻とか作ってくるするか。じゃあ次は3枚、阿部ちゃん。じゃあ引きます。これと、今見ちゃダメじゃけん、これ見ちゃダメになる。あ、これと、じゃあこれ、おー、かん、うん、あ、感謝の極みりんこ。あ、ミニピンさん、お、ま、うん、正岡さん、正岡さん、ありがとう。ミニピンさんなのね。そう、体シリーズ、感謝の極みりんこ。あ、これがなんか流れ星が流れてもっと会えますようにって願っとるやつで、これが結婚してかっこ嘘です。はい。ありがとう。で、何かこう、じゃあ、うん、阿部ちゃん、昨日も話したんよね。そう、あ、なんかそう、あ、え、あ、にじんだ。そう、あ、ね、なんかそう、めっちゃにじんだ。阿部ちゃん、野球、もも、鉛筆。ありがとうございます。はい、指紋いっぱいつけました。ありがとうございます、阿部ちゃん、ありがとう。3枚届きますように。では次は、2枚、あかねです。あ、マグロです。マグロ、マグロ。2枚じゃん、こう、え、時間やばいかな、え、まだいけるか。え、な、すごいな、え、あ、結構やばめ。おー、これです。これ、え、なんこれ、あ、高校卒業したよーと、あ、リンコ旅しないです。じゃあ、にじんだ、また。なんで、あかねはモウタンにガチ恋なので、モウタン書いてこ。ありがとう。リンコ旅、リンコと一緒にインドに行くやつです。ありがとうございます。マグロ書いた、ありがとう。はい、指紋いっぱい。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。で、次はハグピーさん、いるかな。うん、絵の具入れたくない、やだやだやだ。じゃあハグピーさん、これ、おー、ぽい、リンコしか勝たんよ、ハート、勝たんですね。そう、ハグピーさんは結構前から、あの、私のことを応援してくださるお方なのでね。そう、確かにリンコしか勝たん。ダイス、ダイス、ありがとう。とハゲピーさん、はい、指紋ありがとう。あれ、
だってなんかさ、え、昨日配信したのに、あ、そういうことか、なんでもないです。え、なんか違う、毎日あるの2日目でできる、なんでと思ったら、そっかそっか、1日目ずる日なのか。で次は金引きさん、金引きさん、あ、そう、あ、スクショ忘れとった、ごめん、スクショタイム忘れとった。お、ハギピー来た、ハギピーありがとう。じゃあ金引きさんはこれ、あ、これ、あ、これね、あのね、このいっぱいあるね、やつで一番最初に書いたやつだから、すごい字が綺麗なんですよ。ありがとう、かわいいワンピース似合っとるです、ありがとう。カニキーさんも七並べの亡者よ、亡者よ。はい、カニキーさん、あ、なんかね、でも本当にすごいさ、指紋がつくんだこれ、ありがとう。あ、悪用しちゃダメよ、ありがとう、カニキーさん。3日目から。じゃあ次は青鬼くん、なんとそう、普通なのね、一番最初に書いたけん丁寧に、そうじゃっけ、後半に行くにつれ字が汚くなってくんですよ、私カニ、あ、カニ間違えた、間違えた、青鬼くん10枚、10枚、じゃあまず、じゃあ10枚いっぱい、じゃあまず1、ちょっと一気に2、3、4、5、6、でも一番最初に書いたやつだっけ、かねひきさん、え、今何枚目、あ、6、7、8、9、10、よし、ちょっと書いてから見せるぜ、ちょっと居残りになる、あ、あ、そう、なんかいつも話し会ね、いっぱい来てくれるの、なに、なんか、そう、なんか青鬼くんポーズって、まあ、あったんかな、1、2なんか、そう、あのね、あ、これも初期に書いたやつ、なんか、そう、なんかね、あれなんよ、青鬼くんポーズっていうのがね、あの、話し会でね、作ったんよね、そう、作って、なんかこの前ね、あの課外活動公演があったんですけど、そう、なんかいつも私がこうやってねやるんですよ、青肉を見つけたら、でもなんかそう、なんか、え、多分私3回ぐらいやったんですよ、公演で、でなんか青肉は結構テレ屋さんだからそう、あ、おおみたいな感じ だったんですけど、この前の課外活動公演でやっと初めて返してくれたんですよっていう話。そう、え、なんかさ、青鬼くんがさ、一時期なんか忘れられるキャラみたいな感じのキャラだったんですよ。そうで、それで私が青鬼くんを忘れるために、作ったんですよね、ポーズをそう、あ、すごい、あ、これなんかね、あ、そこの、あ、当たりね、2枚だけ入れてるんですよ、当たりました、すごい長文のやつ、なんか本当はさ、もっと当たり10枚にしようかなと思ってたんですけど、もう数が多くて終わらんくって2枚だけになったの、でも当たりました、おめでとう、あ、青肉、じゃあ、香川うどん、よし、10枚、そう、え、でも2枚しか やらんかった、もう後からめんどくさくなってはい、じゃあ実は目、とてつもなく愛してるわと、あ、1、あ、あなたがサイン大切にしてくれたら私は宇宙に生きるぐらい幸せだな、あ、ついでにサイン持ち運んでくれたらとっても嬉しいな、2枚目、はい、3番目、やっぱりリンクが一番やな、昨日話したいみたいな内容、え、何枚、え、3枚、え、4枚目、あ、分からんかった、あれ、4枚目です、1、2、3、4、もっともっと好きでいてくれください、5、これからもずっと押して、なるほど、で次6、おすましリンクどう、7、あれ、めっちゃ書いてない私、あれ、7、8、9、10、あ、間違えた、10枚書いた
一緒に遊園地とか行きたいな、ニコニコで頑張るねーで、愛届いています。おー、なんかそう11枚書いたかな。よくわからん、数学すごく苦手あれ、あれ何枚、あれ3枚あります。3枚、1、2、3、4、5、6、7、あ、え、待って、1枚多く書いてた、ボツ。はい、ありがとうございますはい、ありがとう、10枚、あれ10枚やね、うん、10枚、ね、1枚多く書いた、まあいいわ、持って帰ろ。で、次は、いとちゃん、いとちゃん、昨日話したいとちゃんはこれ、おー、なんかいとちゃんが言いそうなセリフ、りんこ、尊すぎです。いとちゃんにはいつもハート風船を描いたありがとう。そう、お話し会長来てくれて、サラピと、そう、リンコ、よしよしコンビをしたんですよ、いとちゃんは。ありがとう、あ、指紋ベタベタありがとうございます。次は岡本さんは、おお、これうにょにょ、うにょにょです。はい、ちょっと意味が分からん。はい岡本さん、本名登録者忘れかな、岡本さん、あ、いるかな、岡本さん、一緒に、岡本さん一緒にうにょにょって叫びましょう。ありがとうございます。はい、指紋で、次は林さん、あ、ね、なんかね、そう、はや、ここから名前忘れてるトリオになるんですよ。林さん、林さんは、あ、リンコ好き好きです。林さんはリンコが好き好きらしいです。はい、林さん林さん、林を書きました林さん、リンコ好き好きです、ありがとうございます。はいで、次は、小谷さん、名前忘れ、あ、名前忘れてるんかちょっと分からんけど、小谷さんいる、小谷さんはこれ、おお、小谷さん、これは今日がハッピーになる思いですありがとう。じゃあ、うん、ハッピーに、ハッピーになるの何かあったっけ、お守り書いとこう。小谷さん、お守りを書いておきました。これは幸せに、ワンちゃん組んだら幸せになれるらしいです、ありがとうございますはい、指紋え、なんか悪用されそうで怖いなえ、ちょっと 誰も住んでね。はい、で、次は、そう、本名、そう、本名、そう、本名を知れる、え、本名を知れるけど誰の本名かがわからない逸材、ね、で、次はクビちゃん、おお、じゃあこれ、おお、はい、ずっとずっとラブだって。はい、もうね、この人はね、すごいツンデレなんですよ。そう、いつもね、お話し会でね、いや、もうリンコなんか全然好きじゃないよみたいな態度を取るんですけど、でもさ、お話し会すごい来るんですよね。そうはい、ラブですね、はい、ラブだって。そんなことない、そんなことない、はい、はい、ラブ、ラブ、ラブです、ありがとう。あ、指紋つけなせった、いや、次はダンさんですダンさん、ダンさんはこれ、お、ラブラブリンコ、ずっとそばにいてですダンさん、そう、なんか、そう、なんかダンさんとはね、出会う運命だったんですよ。そう、だから運命、運命、運命マークって何よくわかんないけどありがとう、ダンさん、絶対そばにいてください、これからも、ありがとうございます。じゃあ次はエイメイさん、おお、エイメイさん、昨日ぶり、エイメイさん、お、ありがとう、ダンさん今度おいしいご飯連れてって、ハート、カッコ、嘘です。お、エイメイさん、今度おいしいご飯連れてってください、カッコ、嘘エイメイさんは箸を描いた。はい、じゃあ今度美味しいご飯行きましょう、かっこ嘘、ありがとう、エイメイさんえ、無理です、あ、振られました、振られた次はしけた直樹さん、しけた直樹さん、お、しけたりんこさん、あ、しけたりんこさんじゃない
しけた直樹さん、しけた直樹さん、お、リンコハンターがあなたを逃がさないわですって。お、サイン、お、ありがとう。こちらこそ、しけた直樹さん、リンコハンターがあなたを逃がさないらしいです。ありがとう。サイン始めましてかな。じゃあ大切にしてください。逃がしません。お願いします。はい。じゃあ次はガミさんです。ガミさんいるかな。じゃあガミさんは、ガミさんは神様だったらしいです。あなたは神様なのです。ガミさんは神様らしいです。ガミさんで、お、ガミさん、ガミさんは今日から神様らしいです。はい、これ、ガミ、これは神様。はい、ガミさん、今日から神様、ありがとう。はい、次は、お、Q さん、いつもお話し会でマスクを外してくれない人です。Q さん、おー、Q さん、あなたはもっとリンコを好きになるです。あ、でももうね、Q さんはもうリンコのことをもう愛していると思うので、まあ、これ以上もう好きになりようがないと思うんですけど、まあまあまあ、そこはありがとう。早く早く会いましょうね。ありがとう、もっと好きになってください。では、ありがとう。お、ありがとう、こちらこそ。じゃあ次は、せんちゃん。せんちゃんは、なんか最初の頃はリンコ倒しだったのに、気づいたら DG になっていました。あ、待って、紹介するの忘れてた。リンコ汁の話、やめてやめてやめて。はい、はい、お、はい、大切に保管するのです。はい、これは額縁に入れて玄関に飾りましょう。はい。なんじ、おお、いけるかな。はい、ありがとう。ほどほどに、いやでもリンコ一押しなんで、リンコ一押しなんで、はい。ほどほどに、ありがとう。あの、額縁に入れましょう。じゃあ次は、わーお、難しい漢字、なんて読むんだろう。なんて読むかわかんない。これなんて読むの。すいません。調べた方がいいかも。調べよう。でもさ、なんか調べようがないわ。なんて読むのこれ。カジなんて読むんだこれ。初めて見た。とりあえず書きます。ちょっと待って。読めん。じゃあ、お、君は世界一天才です、らしいです。今日から世界一の天才になりました。全然読めない。なんだ、難しい。こんな感じ初めて見た。あ、でも私が多分ね、バカなだけだと思うんですよ。あ、これです。このなんて読むんだ、なんか木って書いて、なんかね、田んぼの田とお皿っていう字。はい、登録者、あ、ハゼッチさん。これハゼ川って読むんですか。違うかも、わかんない。ハゼ川なんて読むの。難しいね、漢字。覚えるね。なんて読むの。ハゼ川さん。あ、ほら、ハゼ川さん。ハゼッチさん、ハゼ川さん、ありがとう。全然応援かった、ありがとう。はずかわさんです。覚えたけん。もう次会ったら絶対言えるよ。ありがとう、はずちさん。では次はよしあきさん。 あ、こちらこそありがとう、はずちさん。よしあきさんは、お、よしあきさんは、すぐりんこが駆けつけるけん、かっこ嘘です。はい。あ、これはちなみに、これを使ったからといって私がすぐに駆けつけるわけではありません。ありがとう、よしあきさん。はい、これはすぐ駆けつける件ではないんですけど。ありがとうございます、よしあきさん、ありがとう。そう、嘘シリーズ。次はやっぱに来年さん。お、やっぱり来年さん、こっちおいで。ワンワンです、一緒にワンワン。じゃあ、あれを書こう。ミッド、やっぱり来年、ミッドシップツーシーター号っていうトラック。ありがとう、
今度一緒にあれね、あクエスト始まったら一緒にワンワンしよう。ありがとう、やっぱりライデンさんいつもオーディションから応援してくれております。次はカズキさん、カズキさんはじゃあこれ、おお、はい、リンコとデートしたいんじゃろです。あ、なんギフト読めてない、ごめんね、どうしよう、スクショ、あ、すまんぬ、すまんぬ、そう、カズキさん、リンコとデートしたいんじゃろっていう。はい、ありがとう。あ、でも、あ、そう、いつか、そう、デートする日が来たらいいなって思います。あ、やばいね、姉さん、こちらこそ、ありがとう。はい、いつかデートできたらいいね。ありがとう。じゃあ次は中村さん、中村さん、中村さんです。中村さんは、あ、ほんと中村さんは、おー、中村さん一緒にポテチ食べたいなーです。じゃあ今度一緒に中村さんとポテチを食べたいと思います。うん、ちょっとよくわかんないけど、なんでポテチなんだろう。あ、でも私ね、ポテチ大好きなんですよ。だっけん、ポテチ今度機会があったら一緒に食べましょう。ありがとう、中村さん。次はふかさんです。ふかさん、じゃあふかさんは、そう、あ、これや、でも機会、なんかりんこと一緒にポテチ食べる会があったら来てくださいっていう。何味、バター醤油とかです。で時間がねえんだ。ふかさん早く愛し、ふかさん早く愛し合いたいです。おー、私はふかさんと早く愛し合いたいと願っています。ふかさんありがとうございます。そう、そう、スペイン語で会えばいいね。ふかさん愛し合いましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ次は根性さん、根性さんはアイスでお腹を壊す人です。はい、あ、おー、2枚来た。じゃあこれ、お、もちろんリンコのこと大好きよね。うん、これはまあ大好きだと思う。本調査、ね、じゃあアイス書いとこ。はい、お、館長さんこんにちは。はい、もちろんまあリンコのこと大好きだと思うんで誰も心配はしてないです。ありがとうございます。そう、最初の時から。じゃあ次はスープカレーは飲み物さんです。もうなんか名前が、お話し会も来てくれるんですけど、名前が丘、なんて書いてるか分からん、待って違う、待って、なんて書いてるか、これにしようじゃん。お、スープカレー、スープカレーさんはこれ、おお、こんにちは、何でも言うこと聞くよ、けんかっこ嘘です。あ、もちろんこれを使ったからといって私が何でも言うことあれはないです。はい、飲み物、はい、大切にし、あ、大切にしてください。ありがとうございます。そう、あ、そうそうそう、あ、お話し会で、あれ、あ、でもお話、あの怖い、お話し会でさ見せてさ、なんかデレデレしてとか言ってきそう。次は、あ、4枚、ズーちゃん、ズーちゃんはね、4枚です。じゃあ行きます、1、2、3。え、昨日のね、夜と朝描いたよこれ。4、よし。お、ズーちゃんこう見えて真面目です。で、これが、おー、ブチ好きじゃけん、これが、あ、次何話そうかな、確かに、確かに。で、お、あなたの夢にリンコが出てくるようです。これを持ってれば、あなたの、あ、ズーちゃんの夢にリンコが出てくるらしいです。はい、だから、あ、これ届いたら枕の下にこの写真を置けばいいよ、ズーちゃん。何時間、え、わかんない、トータルしたら2、3時間ぐらいかな、え、わかんない。ありがとう。スペイベ、あの、この前のさ、スペイベ来てくれたんですよ。ね、デートしたんよね。いいじゃろ。デートマーク。そうそう、枕の下に置くやつです。
はい、次何話したいかな。そう見えて真面目ぶち好き受験で、これが枕の下に置いたらリンクが夢に出てくるやつです。ずーちゃんありがとう、またデートしようねありがとう。じゃあ次、コミさん、大丈夫コミさんです。コミさんはじゃあこれ、おお、コミさん私にぞっこん、すいません私に、うん、あやばい、明日私にぞっこんです。やばいやばい、早くしてくれた、早くしないと早くしないとごめんね。コミさんは、は私にぞっこん、あ、コミさんありがとう。コミさん私にぞっこんらしいですよ、ありがとうございます。では次、高野井さん、おお、高野井さん、高野井さんもお話し系に来てくれます。お、これは何、指紋付きらしいです、指紋つけんといけん高野井さん、はいはい、指紋付き高野井さん指紋付きでした、ありがとうございます。やべやべやべ、ありがとう、指紋付きを大切にしてね。じゃ次、なっちゃん、おお、昨日ぶり、はい、あ、なっちゃん、リンコは彼女らしいですなっちゃんはあの私 の, あのオーディション審査の時にあの見に来てくれて、あの私の初めて見たリンコうちわなんですよ。あ、その時ヨシーになったのかな。そう、なっちゃんありがとう、また話しましょう、ありがとう。そう、昨日初めて話したんです、ありがとう。では次はピロリンさん、あ、そう、なんかそう今日ご飯行くって言って見れんって言った昨日ありがとう。あ、アラホーでもリンコのこと好きよねです。あ、これはもうもちろんちょいと達成します。あ、ありがとうございますありがとう。じゃ次、あ、違う、次はじゃないや、何かこう、はい、ありがとう今日見に来れんって言ってた。じゃあご飯楽しんで、ありがとう。はい、では次は龍平さんです。そう、アラホーでもピロリさん好きでおってくれるってこの前言ってましたあ、これなんか字が汚い、これ、あ、あなたの彼女で出して、いやいや彼女じゃない、あ、これは嘘あ、かっこ嘘って書いててよかった、あ、かっこ、あ、いや、うん、でもまあいやいや時間ないちょっと待って時間ないんだ。はいはい、彼女だってよかったね、ありがとうありがとう。でも大阪からさ、めっちゃ、あ、そう、うん、めっちゃなんかお話しかじゃないや、なんだっけ、公演を見に来てくれますいつも。じゃあ次はまた時間なんて書いてあるか分からない、何これ、安孫子さん、安孫子さんあれ絶対間違ってる気がする、安孫子さん、え、なんて読むのこれ、いや時間ないからちょっとごめんね。安孫子さんは、おお、ずっと凛子と一緒に一緒に入れる件、かっこ嘘です、嘘です。あれ、どっちだ、なんか2人いる、アビコさん、アビコさん、アビコ、あれ、アビコさん誰ですか、アビコさん一緒に入れる件、かっこ嘘です、ありがとうございます。安孫子さんならぬアビコさん、ありがとう。はい、嘘多い、多め。次はそうえ、なんかさ、安孫子さん2人いるんですけど、どっちかなちょっとわかんない、ありがとう。その方です、どっちだ、あって、どっちだ、カムカバーさん、あれ、アビアビコは僕、あれ、なんかさっきも、あれ2枚目、あれありがとう、2枚目、あらあら、あ、じゃあツチリンさんは一緒にワンワンしませんかです。あ、でももう話し会でしたことあるそう、話し会でね、実はしたことあるっていうなんでアビコさんですね、アビコさん、あ、ツチリンさん一緒にワンワンしましょう、今度話し会で、あ、でもしたことあるよね、ありがとうございます。あ、別々になるんだ、なるほど、ありがとう、カムカバーさん2枚も。では次、甲子園の48アカデオさんです、あの、はた有名なこれ、あ、一緒に遊べたらいいのにです。はい、あ、一緒に遊べたらいいですねはい、そう、この前のクワトロでうちわを
出してくださった。あ、文字間違えた。だよ。はい、あ、20分。甲子園の方程と赤だよにした。ありがとう。えぶー。はい。もう遅い、私いつも遅くて怒られるのやだ。え、なんかまた、でもなんかさ、話しちゃうんですよね。次、まさひこくん。まさひこくん、お、ポッキーゲームね、ちょっと意味がわからない。意味がわからない。ごめん、まさひこくん、なんか意味がわからんやつになっちゃった。何？何がしたい？あ、ポッキーゲームしたいってことかな。ありがとう、まさひこくん。はい、ポッキーゲームしよう。あ、甲子園、ありがとう、こちらこそ。で、次は、高道さん。高道さんは？いや、しません、しません。これ。おお、高道さん。リンコとラブラブできるけん、かっこ嘘です。高道さん、あ、ちなみにこれを使ったからといって、ラブラブできるわけではありません。ありがとうございます。あ、またハート書いてない。ありがとうございます、高道さん。ありがとう。よし。あ、すごい、スクショタイム、そう、忘れとった。次、たけるくん。あ、あれだ、あれリンクおもろの人ですね。たけるくん、サインはじめましてだ。ダブルつけとこ。はい、ありがとう。スクショできるようにした。ありがとう。そう、リンクおもろの人だろ。あれもうなんかスケブ出す前からね、見えとったっけ。なんかスケブを変えるときにリンクおもろっていうのが見えたんですよ。で、次、はい、てつやさん。お、一日デート券かっこ嘘です。そう、初めてよね、たけるくん。じゃあ次、あ、次、てつやくんです。あ、てつやくん、なんかはてつやくんじゃない、てつやさんです。てつやさん、ありがとう。あ、てつやさん、お、こちらこそありがとう。一日デート券ゲットかっこ嘘です。ありがとうございます。はい、じゃあ次はきっくんです。きっくん、きっくんは、お、きっくん、これを大切にすると幸せになれるよです。ちょっと宗教じみたメッセージです。キックン、キックン、これを大切にしたらあなたは幸せになります。ありがとうございます、キックン。はい、では次はシゲアさんです。15分、やばい。シゲアさん、お、シゲアさん、一緒にハンバーグ食べたいなです。はい、一緒に、自分ね、チーズインハンバーグが大好きなんですよ。じゃけん、今度一緒に食べに行きましょう。なんちゃって。あ、しげやさん、ありがとう。ありがとう。はい、では、お次。あ、ハンバーグ食べましょう。次は、栃木のスーさんです。リンコ楽しい。あれ？え、すごい、待って、見て。いちご大好きだって。え、すごくない？え、栃木っていちご有名よね、多分。え、すごっ。え、すごくない？え、うん、すごい。たまたま日。え、すごっ。え、栃木って、とちおとめよね。え、わかんない。え、すごい。え、これすごい、まさかのスーさん用に書いたみたいな。ありがとう。そう、あの、りんこ楽しいってこの前言ってましたよ。ありがとう。すごい。え、びっくりした。なんか栃木のスーさん用に書いたみたいな。そうそうそう。そう、宿題が終わらんみたいな。で、次はトモ先輩です。おー、ツーショットぶり。あ、トモ先輩、今日も偉いよ。よしよしです。トモ先輩、今日も偉い。トモ先輩は今日も世界で一番偉いのです。ラビュー、トモ先輩、ありがとう。ありがとう。あ、ブルーって使い物になりませんでした。あら、じゃあ次にベンチしましょう。で、次はトリダーさんです。トリダーさん、いつも来てくれる。お、なよくわからん、ビッグカップル、ビッグカップルです。ビッグカップル、トリダーさんはビッグカップル、トリダーさんと私はビッグカップルらしいです。はい、ありがとう。お、トリダーさん、ありがとう。自分も大好きとか言っとこう。ありがとう、いつも来てくれて。ありがとう。そう、じゃあ次はチューバーさん、3枚です。時間やばい、マジ時間やばい、やばい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 。3枚、ごめん、ちょっと急ぐ。お、一生リンクを好きになるけん、あ、これはかっこ本当です。で、嫁にしてください。か、ん、嘘って書いてない、これ。あなたといるときはいつも幸せよです。
ありがとう。え、結構なんかラブラブジみたいなやつばっかり出た。ラブラブチューバーさんとは相性が合いそうですねなんか嫁にしてくださいかっこ嘘って書いてない。んー、なんかガチプロポーズになっちゃったあ、チューバーさんありがとう。なんかラブラブジミタ三枚です。ありがとう、大切にしてねやったね。あ、でも結婚はちょっと次は松岡和正さんです。本名だ。あ、なんか私今日から松岡和正さんの長女になったらしいです。はい、松岡凛子です。松岡、え、難しいな感じ、うん、今日からなんか変なの書いちゃった。はい、今日から松岡凛子になりました。よろしくお願いします。ありがとうございますはい、で次はレッドくんです。レッドくん、レッドくんはこれ、お、これ初期に書いたやつ。これからもずっとついてきてくださいだって。これからもねなんかレッドくんって名前が好きだわ。レッドくんは、あ、レッ、お、遅刻ガイドコメント目を奪われガチです。あら、じゃあレッドくんはこれからリンコについていく運命らしいですありがとうレッドくん、名前めっちゃ好き。トーク会にもお、待っとる待っとるぞ、私は忘れないで次はあ、PKS 通りすがりさんです。あ、間違えた、間違えました。 PKS リンコ沼さんです。はい、え、あ、リンコサンタが愛をお届け、リンコです愛、あ、愛をお届け。これ本当はね、リンコ沼って書きたいんだけどさ、なんかリンコ沼って書いたらさ、あのさ、スタッフさんにさ、あの、間違えてますって言われるけん、もうあえて通りすがりって書いてく。ありがとうありがとう。次、よし、あと何分、あと10分。安田さん、お、初めてかもしれん。そうそう、沼、そう、沼よ、あなたはもうリンコ沼です。はい、お、安田さん、そのままのあなたが好きよです。あ、ありがとう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 。安田さん、コメントをいつもしてくださる方。安田さん、私はそのままの、そのままのあなたが好きですありがとうございます。あ、ちくしょう、ありがとうございます。次、え、北斗さん3枚です。お、久しぶり、もう最近来てくれんじゃんかって。はい、3枚。はい、お、ん、恋するビーとたくさん愛し合おうと、あ、なんかよくわからん、あなたの海ですとか、よくわからんやつです北斗さん、北斗さんめっちゃ日本語上手じゃけんね北斗さん、香港、香港だっけ、香港だって気がする。ありがとうございます。え、ニホニホ、お、久しぶり、もう最近全然来てくれんけんさ、寂しかったありがとう、ありがとう、ありがとう、早く届けますように、香港先生、もう会いに。で次は吉田小林さんです。あれ、なんかまたおらん、あれ、さっきも書いた気がするありがとう。吉田小林さんはワンワンリンコです。ワンワン、吉田小林、本気でワンワンしてしまった。よしと小林さん、一緒によしと小林さんと、あ、よしとさん、お、あ、このよしとさんなんですね。ありがとう、リンコワンワン。では次は3104サトシさん、3104、3014かな、そう、行きたい本当。お、3万3104サトシさんは偉いらしいです。あなたは偉い。あなたは、サトシさんは偉いんです。おー、ありがとう。3万3104なんて読む、あ、分からんけど偉い、ありがとうございますで次、次はゆうかさん、
お久しぶりそう、最近全然会えとらんの。おお、これなんかちょっと意味深なんですけど、リンコにガチ声だって。まあまあまあ信じてましたよまあ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 、まあ、最近ちょっと遠距離なんで寂しいです。はい、ありがとうリンコ。はい、ガチ恋してましたありがとう。ちょっと早く、その全然アットランケン。次は塩見さん、塩見さんかな、塩見さん、塩って書いて見るって塩見さん。お、ピエン見れんって言ってた。おー、オッケー。ピエン、え、塩見さん、ピエン、目移り、目、目です。塩見さん、次読み方合ってるかな。塩見さん、かわいい名字。はい、塩見さん、ピエン、目移り、目、目です。ありがとうございますで、次、あ、ケビンコリンさん。おー、あの、な、あの、結構前のことなんですけど、お、今日もリンコ髪押しです。ありがとう、ケビンさん。 Hello, my name is リンコ。ん？ My name is リンコ。 I love I'm from 広島ケビンコリン、なんかすごいさ、最初の一番最初のなんかお話し会に来てくれたんですよね、一回ね、覚えとるよ、私ちゃんと。ありがとう、 Thank you very much コリー、ありがとう、アリッコリーアリッコリー。はい、元気。え、次はスイカ大好きです。あ、あの人ですね。あ、リンコもあなたも天才だです。な、まあ、私は天才ですアリッコリーの人、アリッコリーの人、スイカ。おー、時間やべー、ありがとうはい、あ、私は天才。まだでも私スイカの顔見たことないけん、ちょっと、あ、スイカ天才かどうかわからんわ、ちょっとあ、天才だと思う、多分。次はミシェルボーイさん。お、昨日ぶり。お、ミシェルボーイさん、早く会おう、お願いです。実はまだ会ったことがないでしょう。うん、こちらこそありがとう、スイカ。ミシェルボーイさん、お話し会に来てくれます。ミシェル、ありがとう。お、はじめまして、嘘だなありがとう、ミシェルボーイさん、また会いましょう。こちらこそ、お、ありがとう。では次は、赤い岩さん、ユーブアドロップしかない、赤岩さん3枚です。これとこれとこれで、赤岩さん、ちょっと書いてから見せます、赤岩さん。あ、あ、あ、赤岩さん赤岩さん、自分で、あ、あなたなのね、あなたの、あなたのニックネーム登録忘れちゃダメよはい、チップ赤岩さん、あ、私はあなたの嫁になったらしいです。はいで、これは、あ、これはあなたの宝物です。と、あなたは私にとって一番大切な人よ、です。はーい、はーい、ありがとうございます忘れちゃダメよあ、あ、まあでも本名を知れた。はい、お、片岡さんです。次、2枚目、ありがとう。そう、なんか嫁になった私、ありがとう。2枚目、実は好きでした、か、嘘です。あ、嘘、嘘ついちゃった、ごめん片岡さん。2枚目、ありがとう片岡さんはい、これ嘘だって、実は好きでした、嘘らしいです、ごめんなさい片岡さん、でもありがとうはい、次は、あ、マサオ、マサオも2枚目、2枚目よね、マサオ。あ、大切にしてね、愛がこもっとるよ、です。確かに愛はこもっとるね。あ、これは嘘じゃないよ、マサオトリプルハート。え、嘘も始まった、嘘、え、ほんまに、え、マサオありがとう、2枚目、これは愛がこもってます。お、マサオ、なんかもうマサオがニックネームになってるってびっくりした。次はエリカ先生。おお、エリカ先生、お、お幸せにーって、ちょっとよくわからん、ちょっとなんでこんなん書いたんじゃろ、エリカ、え、自分ね、エリカ先生のね、ことめっちゃ好きなんよ。
すごいね、綺麗なんよ。え、やばいやばいやばみやばみ。えりこ先生ありがとう。またお話会来てください。話しましょう。ありがとうございます。やばいやばいやばい、おらおらおら。次、しーちゃんかっこ香港。しーちゃんしーちゃんしーちゃんはこれにします。え、りんこの愛はあなたのものかっこ嘘です。はい、嘘らしいです。ごめんしーちゃんしーちゃんハッピーマーク。え、もう始まった本当に。はい、しーちゃん、あなたしーちゃんのものらしいです。あ、でも嘘です。せんせん、あ、もう愛にもう愛に。やばい。次は、ミニピンさんです。ミニピンさん、あれ、ミニピンさん、なんかさっきおらんかったっけ。 ニックネーム忘れたんかな。ありがとう。2枚目。お、ミニピンさん、ぶっちゅー、ぶっちゅー、ミニピンさん、ぶっちゅーですあ、これは、あ、うん、いや、でも、うん、って感じ。ミニピンさん、ぶっちゅー。ケイケイ、インコって呼べるよう努力します。はい、ミニピンさん、ぶっちゅーありがとう。あ、に、フライング、あ、フライングなので、あ、なるほどなるほど。次はくわ、くわおりさん、くわおりさん、なんて、なんか、なんか漢字が難しい。2枚です。ちょっと待って、字がわからん。うん、クワオリさん、あ、これなんて読むんですか。クワセツさん、クワ、こんばんは、クワコウリさん、コウリさんかな、あ、読めぬ。コウリさんは、あなたが思うより私はあなたのことが好きだよと、あなたはリンコ神推しになるです。コウリさんかな、コウリさん、ありがとうございます。クワオリさん、いや、わか、わからん。今度教えてください。漢字の読み方を。ありがとうございます。で、次。あ、あ、もう、2枚目。2枚目じゃん。え、やっぱ沼。PKS、通りすがりならぬ、りんこ沼さんです。いや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 、いやでも、あ、広島出身です。あなたは？なんかお話し会で話した気がする。昨日。PKS。PKS 通りすがり、通りすがり沼さんって書いてよ。やっぱ沼だね。ありがとうありがとう。で、次、陽介さん、陽介さんは、じゃあこれ、陽介さん、ずっと好きだよです。お、リンコ沼、ありがとうありがとう。あ、でも、あ、あ、まだまだ、陽介さん、陽介さん、なんか自分、ゆうすけさんのことがずっと好きらしいです。ゆうすけさん、ありがとう。お、ありがとうございます。ありがとう、頑張ります。ありがとうございますはい、で、次はなんて書いて、字が読め、あま、あまさん、あまさん、じゃ、あまさんは、これ、お、ずっと待ち歩いてねーです。ずっと持ち歩いてねらしいです。もうこれは強制です。財布に入れるなり、スケジュール帳に入れるなりして持ち運びでください。よろしくお願いいたします。アマさん、なんて読むのこれ、アマヨウさん、アマさんか、アマルっていう字、アマさん、ヨウさん、もうこれはもう強制ですあの、スケジュール帳に入れて持ち運びましょう。以上です持ち運び用です。ありがとう。アマさん、ヨウさん、もうどうもからんかった。ヨさん、教えてください、漢字。ありがとうございます。ヨさん、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 ヨウさん、ヨウさん、ありがとうございます。もう一回運びましょう。じゃあ次は山地さんです。ヨさん、山地さん、うーん、くん、リンコ、リンコワンコのお世話してです。うーん、山地さんが好きそうなセリフですねはい、はい、見て見て、デレデレコメントだよ、よかったね、ありがとうございます
ありがとう。そう、デレデレ、なんか大体、大体デレデレが好きだっけ。ん、次は、しんさん、昨日ぶり。そう、嫌です。え、なんだそのツンデレは。次、しんさんは私のこと好きすぎて辛いんでしょです。なるほどと言っても、そう、しんさんありがとうございます。またお話ししましょう。そう、好きすぎて辛いと思います。ありがとうございます。次、中川さん、中川さん、中川さんはこれ、あ、リンコ沼に引っかかったです。あ、これも初期に書いたやつですよ。中川さん、お、中谷さんなのね。あらあら、もう中谷さんはリンコ沼に引っかかったらしいです。うーん、かわいそうに、ありがとうございますで、次、かわいそうに。で、次、いっちゃん、いっちゃん、いっちゃん、あ、そう、ドライブでのコメントすごいくれる、いっちゃん、お、おー、さすがリンコ推しです。いっちゃん、お、いっちゃん、いつもありがとう、コメント、お、もういっちゃんはもうリンコ推し認定になりました、おめでとうございますありがとう。次は、Q さんです。あと2人です。 Q さん、 Q さんは、お、あらあら、なんとなんと、今度見つめ合おうです。やる、いいよ、機会があればね。2枚目ですね。マスク書いてみた、ありがとう。今度見つめ合えるらしいです、まあ、機会があればありがとうございます。次は、お、鍵閉め、カニカマさんです。昨日ぶり、カニカマさん、お、カニカマさんなんか結構いいやつ、18歳、ウブです、だって。これはだから、あの、そう、だから18歳に、18歳になったら、18歳の、あの、あの時にしか手に入れられないやつなんですよ、これは多分。カニカマさん、カニカニー、鍵閉め、ありがとう、おめでとうございます。これは18歳のウブのやつです。こっそり、いやいやいやこっそりはダメよありがとうございます。終わり、終わったと思う、多分。うん、終わりました。次何分、6時半からまたお願いします。終わった、ちょちょちょ、お水飲みたい、壇上を読みたいと思います。ありがとう。じゃあちょっとパパパッと、13位かりんさん、12位キッチンさん、11位阿部ちゃん、10位ショーアトマークホンコンさん、おー、ニーハオ、あ、ニーハオじゃない、シェイシェイ。9位マグロタマタコ、8位シーさん、シェイシェイ。7位、7位ラッキーセブンバスギアさん、6位ゴンさん、5位ランドセルお兄ちゃん、4位トリダーさん、で、3位はミンミントロールさん、ありがとう。2位ケイタさん、そして1位はブルーグラさんです。ありがとうございます。ギフト読めなくてごめんなさい。次は、6時半から7時間目です。よろしくお願いします。ではまた10分後に会いましょうバイバーイ、ありがとうございました。また、大切にします、ありがとう、またお願い。